子育て世代の皆さん、こんにちは。突然ですが、パパ、ママ、一緒に家事・育児してますか？羽村市では、オンラインを活用した家事・育児三角推進講座、やってみよう親子遊び簡単料理という取り組みを行います。どんな取り組みなのか、これから動画でご紹介しますね。最後まで見ていただくと、プレゼントのお知らせもありますよ。それでは、VTR スタート。ねえねえ、男女共同参画って知ってる？わかんない。なんだか難しそうだな。難しくないよ。女の人、男の人ってイメージに当てはめないで、その人らしさを認め合うことだよ。へえ、でも当たり前のことだな。そう思うでしょ。でもね、これを見て。令和元年度の東京都の調査ではこんなことになっているんだよ。何何？家事・育児の実態調査？妻がほぼ全て担っている。どちらかといえば妻が担っているが 80% を超えているよね。そうなのよ。胸に手を当てて考えてみてよ。でもさ、急に何かしようと思っても何をしたらいいかわからないよ。じゃあ今から紹介するからちゃんと見ててね。よし、ちゃんと見るぞ。はい、今回はタコライスを紹介します。詳しいレシピはYouTube で公開します。ぜひ作ってみてくださいね。材料です。ご飯適量、鶏ひき肉 200g、 玉ねぎ 80g、 ミックスベジタブル 60g、 サラダ油大さじ1、ケチャップ大さじ2、ソース大さじ1、醤油小さじ1、カレー粉小さじ1、レタス 40g、 ミニトマト6個、スライスチーズ1枚です。まずは玉ねぎをみじん切りにするよ。玉ねぎは目にしみるから気をつけてね。ミニトマトはヘタを手で取って半分か4分の1にカットするよ。レタスは食べやすい大きさにちぎってね。調味料を混ぜて合わせ調味料を作ります。チーズは型抜きで抜くと楽だよ。ペタペタ楽しいね。フライパンにサラダ油をひいて玉ねぎを中火で炒めるよ。しんなりしてきたらひき肉を入れてね。ひき肉に火が通ったらミックスベジタブルを入れて合わせ調味料を入れてしっかり混ぜてね。はい、今からタコライスを作ります。はい、はい、ゆうとは？はい、どうですか調味料？できたー。何個で？そんなちょっと？これすごい、ハロウィンですね。いただきます。おいしい、おいしいです。母ちゃんおいしいね。じゃ、美味しくできました。これからタコライスを作るぞ。ねえねえ見て、これお魚みたいじゃない？
ほーちゃん、タコライスを盛り付けていきます。どれ真ん中にタコライス、じゃあ、ほーちゃん、タコライス完成です。食べる、どうですか、ココハちゃん。美味しい。いかがでしたか。ここでお待ちかねのプレゼントのお知らせです。紹介した遊びや料理の動画のうち2種類以上に取り組み、そのことを SNS や口コミで周りの方に発信してください。ハムリンハンカチをプレゼントいたします。対象は3歳から未就学児を子育て中の方、先着50家族とさせていただきます。配布は11月20日金曜日から。配布場所は子ども家庭支援センターと保健センターです。この機会にぜひ家族で協力して家事・育児の推進について考えてみませんか。最近忙しいな。今夜もコンビニで済ませようかな。あら、またコンビニ？どんなものを食べているの？昨日はおにぎりとうどん、今日はラーメンとかシパンかな。炭水化物に炭水化物？それより主食を一つにしてサラダやひじき、冷ややっこをプラスするといいよ。ラーメンには温泉卵とカット野菜を乗せたらいいんじゃない？確かにバランス良さそうだな。そうだよ。糖質と食物繊維は一緒にとって、炭水化物は重ならないようにすることが大切ね。でもコンビニしか行く時間ないんだよな。大丈夫。全部コンビニに売っているから、うまく組み合わせてね。コンビニご飯でも組み合わせを考えればいいのか。ちなみに私の朝の一押しは納豆巻きとグリーンスムージー。それは勇気がいる組み合わせだね。